メルセデスベンツトゥーロメルセデスベンツトゥーロメルセデスベンツトゥーロはダイムラーがメルセデスベンツブランドでイギリス向けに販売する大型観光バス。エンジンは OM457LA 型を後部に搭載、これに電空式6足マニュアルトランスミッション、または ZF 製6足オートマチックトランスミッションが組み合わされる。ブレーキはクノールブレムゼ製。 SBE7000 型ディスクブレーキを採用 ABS-ASR 電子制御ブレーキシステムで制御する座席はエボバス純正のリクライニングシートを採用トイレを装備する場合は車両中央部右側に備わるエアコンはエンジン直結式を装備するため床下の荷物室はトイレ付きの場合で10立方メートルを確保している車体の組み立ては ポルトガルのアルフレード3回ターノ、ルダが行っている。日本への導入は、現在のところ2006年に秋プロによって、イギリスから中古で輸入された2台のみである。全幅が2.55メートルのままであり、特任で走行している。ありがとうございます。